夢ラジオ第318回、今日は平成29年4月8日土曜日、時刻は午後5時半回ったところ。リスナーの皆さん、宵闇降りる前の時刻、いかがお過ごしでしょうか。今日、横浜港北は花曇りで、桜は満開、けれど空は曇り。こんな一日でした。午後には私も走りに行ってきましたが、まあ桜は満開でしたね。綺麗でしたよ。日本人は桜が咲くとじっとしていられませんから、そんな桜見に多くの人、曇りにもかかわらず出てきていましたね。そんな人たちのそばをたったったっと走っていく。まあ、毎年春はそうです。今日が満開、明日もまあ見頃、来週の初めから散り始めるでしょうね。夢ラジオ318回、今回は「ニーベルンゲンの歌」取り上げます。ニーベルンゲンの歌、聞いたことないでしょうか。ドイツですよ。Das Nibelungenlied。ドイツ文学はここから始まります。これ以前はラテン文学になって、ラテン語文学になりますから、まあドイツ語文学とは呼べませんね。ですから、そのドイツ語の文学、どこで始まるのかな。ここですよ。ニーベルンゲンの歌。今日はそれを取り上げます。書かれているのはドイツ語ですが、もう今のドイツ語とは全く似ても似つかない古ドイツ語ですから、そのままでは今のドイツ人にも読めない古ドイツ語、あるいはドイツ語の古文で書かれています。13世紀、作者不詳、そんな作品。しかも舞台はその13世紀よりもずっとずっと前の、まだヨーロッパがね、フランス、イタリー、ドイツと分かれてもいない頃だから、このニーベルンゲンの歌っていうのは伝説と捉えられる場合もあります。いずれにせよ、舞台はブルグント王国。ここにジークフリートという若者が現れるんですよ。どこからともなく。騎士なんですが、恐ろしく強い。強いというより、文字通り矢弾が彼を避ける。こんな感じ。刀も弓も彼を避ける。しかも美しい。頭もいい。戦い以外の場所では優しいと来たなら、まあ男子の理想形。そんなジークフリートにブルグント王国の姫、クリームフィルトというお姫様がいたんですが、もう一目惚れだったんです。クリームフィルト、ジークフリート、
一目でこの人しかいない。そして周囲を説き伏せて、まあ二人は結ばれるわけですね。何もかも揃ったジークフリート、ブルグント王国の中でめきめき頭角を現し、人望を得ていきます。その妻がクリームフィルト姫とあってはますます権力は増大。そんなね、飛ぶ鳥落とす勢いのジークフリート、将来の王、これをまあ苦々しく見つめていた家臣もいたんですね。ハゲネという家臣、ハゲネからしてみれば、このどっから来たのかよくわかんないジークフリート、姫は続婚ですが、こんなものに国を乗っ取られて牛耳られては、ブルグント王国がどうなるかわからない。ところが相手のジークフリート、好きない若者、どっから見ても火の打ちどころなく攻撃できない、罠にもはめられない。そこで家臣のハゲネ、一計を案じ、クリームフィルト姫に近づくわけですね。姫様、ご主人のジークフリート様は全てに秀でられ、素晴らしいお方と存じ上げますけれど、そのジークフリート様にも何かしら弱点があるはず。その弱点、私ハゲネが知っておくこと、これはジークフリート様をお守りする上で最も重要なこと。もし姫様、ジークフリート様の弱点をご存知あらば、この私めにお教えください。ジークフリート様の身に何かあったなら、私がこの身をかけてお守りいたしますみたいな、まあ歯の浮くような嘘っぱちをですね、クリームフィルト姫に言うわけですよ。で、姫としては別にそんなハゲネの言葉、あ、この家臣は長く使える家臣で、信頼も厚い家臣ですから、まあ姫としては疑うことなかったわけですね。自分が小さい頃からずっと宮廷に仕えていたハゲネ、そのハゲネがジークフリートの弱点をあらかじめ知っておきたい、そしてその王子の身に何かあれば自分が守りたいなどと殊勝なことを言ってくるもんですから、そっくり信用して、彼女が知っていたジークフリートの弱点をペラペラと喋っちゃうんですよ。好きなように見えたジークフリート、どこから見てもかしなきジークフリート、ただ彼にも弱点確かにあるはあったんです。このブルグント王国にやってくる前、このジークフリートは竜と戦った経緯があるんです。そしてその竜と戦い、まあ勝つわけですね。そしてその竜の、負けた竜の血を全身に浴びたんですよ。まあこの辺が伝説といえば伝説。
そしてその竜の血を浴びることによって不死身になった。だからこそ彼はその後の人生で連戦連勝、やや刀の方が彼を避けていく、戦えば勝つに決まっていますが、そんなジークフリートの体の中でも背中だけはね、背中だけは竜の血を浴びることなかったため、ここを攻撃されたらジークフリートも弱い、弱いというか一巻の終わり。ただしまあ戦いでは後ろから矢玉飛んでくることありませんから、まあ背中に弱点あったとしてもよかったんですね。それをこのジークフリート愛する姫にだけは話していた。それを姫が家臣ハゲネにペラ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 と全部話しちゃったんですね。よしと、そんな弱点もあったか、ジークフリートには。これでこっちのもんだと。信頼厚いハゲネ王子ジークフリートを狩りに誘い、そして二人で狩りの、まあ当時狩りは貴族のたしなみ、まあスポーツだったわけです。それにも疲れてきてジークフリート水を飲みたい、そして近くの泉まで行ってごくごく飲み始めるんですね。ここですよ。家来ハゲネの前に背中を見せて水を飲むジークフリート。ハゲネはその背中に向かって剣を突き立てました。こここそ弱点だったんですね。ジークフリート、ここで会えなく最後を遂げ、その知らせはやがてクリームフィルト姫にも届きます。姫は自分が喋ったことが最愛の人の死をもたらしたことを知り愕然、後を追うことを考えるんですね。もうこの世に生きていても、けれどその後時は流れ、姫は後の夫を取ることもなく月日だけ過ぎ去るんですね。そしてやがて奥州にやってきたフン族、このフン族は世界史で出てくるでしょう。あのゲルマ民族大移動を促したフン族、これ中国の北郷土が草原渡ってやってきたのがフン族と言われますが、これは本当なんでしょうか。まあいずれにせよフン族欧州を圧迫し始め、ブルグント王国にも使いがやってくるんですね。ブルグント王国の王よ、汝には夫に先立たれた娘あると聞
聞いた。その娘、我が妻としてめとりたい。ひいては返答下されますよう。ブルグントとしては姫を婚属などに嫁に出してはならないけれど、婚属の圧迫著しく要求を聞かないと何をされるかもわからないと、その時クリームフィルト姫は、私は喜んで婚属のもとに参ります。こんな私を必要としてくださるお方がいるならば、そのお方に私は尽くしたいと思います。どっちみちブルグントにいても私は居場所がありません。おお、そうか、そう言ってくれるか。ブルグント王は姫を婚属に差し出し、まあ要するに人質ですね。そして姫は婚属の王妃となります。また月日が流れ、その婚属および嫁いでいった姫からの知らせ。お父様、私はこの地でとても幸せに暮らしております。ここでは誰も彼も私に優しくしてくれます。こんな私の姿をぜひブルグントの皆様にも見ていただきたい。どうか皆さんでご一緒に私に会いにいらしてはどうでしょうか。この知らせを受け取ったブルグント王、王と我が娘幸せに会っているのか、久しく会っていない、顔も見てみたいものだ。王様、それはなりませぬ。これはきっと罠です。そう言ったのは、かつてジークフリートを亡き者にしたあの家臣ハゲネ。これはきっと罠です。私たちをおびき出して、そして何を言う、我が娘クリームフィルトがさようなことをするはずがない。わしは行くぞ。ブルグントの主だったもの、王族はすべてこの旅に加わり、婚族のもとに向かうわけですね。クリームフィルト姫、その変化、あの美しい姫が今頃どうしてんだろう、みんな気にはなっていたんです。やがて到着、婚属のテントに通され、そしてそこで王族全員が部屋に入ったところで、婚属の者たち一斉に剣を抜き襲いかかってきたんですね。阿鼻叫喚、婚属も手痛い反撃を食らいましたが、そこは血のり、ブルグントの王族たちはどんどん倒れていきます。そこにいたクリームフィルト姫、そのブルグントの
王族たちがどんどん倒れていくのをじっと見つめていたんですね。もうお分かりですね。クリームフィルト姫、復讐を遂げたんですよ。我が夫、最愛の夫、ジークフリートを亡き者にしたブルグントの王族たちよ。お前たちの末路とはこうあるべきなのだ。これを心に抱いて、フン族のもとに嫁いでき、数年間そこで暮らし、そしてこの計画、まんまとブルグントの王族たちはそれに乗って、あのハゲネも含め、全員殺されましたね。ただし、この時の争いで、クリムフィルト姫も命を落とし、結局、誰も幸せにならなかった。悲劇ですね。このニーベルンゲンの歌、これを歌にして、吟遊詩人たちがドイツの街を歩き、その歌を聴いて人々は涙を流したんです。ちょうど日本で琵琶法師が「平家物語」を奏で、それに人々が涙したのと同じ。悲劇こそ人の心に残るもの。これが後のドイツ文学のプロトタイプ、原型になったんです。どうですか、リスナーの皆さん。もしドイツ文学に多少の親しみあれば、あ、そうかと。そういえばドイツ文学、悲劇多いな。それはその通りなんですよ。みんなニーベルンゲンの歌、これを刷り込まれているんですね。後に19世紀から20世紀にかけて、ドイツの作曲家バーグナー、リヒャルト・バーグナー、ご存知ありませんか？ニーベルンゲンの指輪という歌劇を作って、作曲も担当しましたね。そうなんです。このニーベルンゲンの歌は、文学に、音楽に、そして文化にドイツで脈々と息づいている。そう言っていいでしょう。リスナーの皆さんには、ヨーロッパに興味ある人、なかんずくドイツに興味ある人もいらっしゃるかもしれません。ならば、このニーベルンゲンの歌、知ってて損はない。どころか、それを知っていれば、ドイツの文化のあちこちで、ああ、これも、ああ、それも、という形で、ニーベルンゲンの痕跡を見ることができるでしょう。夢ラジオ第318回。今回は、ドイツ文学の始まり、講師、ニーベルンゲンの歌、取り上げました。もう、横浜港北、宵闇が迫っています。